上野誠、誠上野上野誠、1966年代は、日本のクラシック音楽のピアニスト。1966年、北海道に生まれる。1982年に単身渡米し、カーティス音楽院に入学し、ゲイリー・グラフマンとホルヘ・ボレットの漁師に指示した。1987年、同音楽院卒業。カーティス音楽院時代には、 ミエチスラフ・ホルショフスキー、レオン・フライシャー、ロザリン・トゥーレック、エドワード・オード・エル、フェリックスがリミールなどのレッスンやアドバイスを受けた。1987年にヨーロッパに渡り、ザルツブルクモーツァルテウム大学にて、ハンス・ライグラフに1991年まで支持した。ザルツブルクでは、アンジェイ・アシンスキ、ジェイコブ・ラタイナーのレッスンも受ける。後年チェコで、 ラドスラフクバピルの指導も受けた。帰国後、1992年から日本国内での演奏活動を開始。1996年より京都市立芸術大学で専任講師として就任。2007年より準教授、2016年より教授に就任。名古屋音楽大学客員教授。現在はピアノコンクールの審査員を務めていることが多い。 日本のほか、米国、メキシコ、イギリス、ノルウェー、ロシア、ラトビア、ポーランド、チェコ、スイス、オーストリア、ドイツ、フランス、ベルギー、トルコ、韓国、タイなどで演奏している。CD 録音が、オクタビアレコード、若林工房、ナクサスからリリースされている。ありがとうございます。